はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ皆さん本日はですね最高にかっこいいデッキをね作ってきたんでご紹介していこうかなと思うんですが、あの皆さんネクロイドシンキロというこのマジックカードはご存知でしょうか。これねスターダスト専用のマジックカードで、これめちゃくちゃ強いんですよ。このマジックカード実はこれどういうことかっていうと、チューナー1体とチューナー以外の、モンスター2体までを自分の墓地から選んで除外すると、除外したモンスターのレベルの合計と同じレベルのスターダストシンクロモンスター1体をエクストラデッキからシンクロ召喚扱いで特殊召喚できると。でこの効果で特殊召喚したモンスターの効果は無効化されると。ちなみにシンクロ召喚扱いになってるんで、ちゃんとあの蘇生制限満たしてるんで、あの、ね、やられたりとかしてもあの特殊召喚できたりするんですけど、これね何が強いかっていうと、このデッキがあの新しいシューティングスターロードっていうスキルで、シューティングスターまでね、あの結構簡単に、繋がるようになったんですが、これ出す過程で墓地にレベル8の、素材とかレベル10の素材とかっていうのがたくさん生まれるんですよ。ってことはこれネクロドシンクロで出せるモンスターがめっちゃ増えるんですね。例えば、ジャンクデストロイヤー出して相手のバック割った後にスターダストドラゴン出すとかもできるんですよ。例えばね、あのジャンクウォリアーを召喚してね、ジャンクウォリアーで、コンバーターで、コンバーターから、ムサシー出して、でゴーシンクロで、ムサシーとあとコンバーターで蘇生したジャンクシンクロンで8でこれ出すとかできるじゃないですか、まずね。でそこでなんかそのジャンクデストロイヤーがやられてしまったっていう場合でも、ネクロドシンクロを使ったらスターダスト出てこれるんですよ。まあもちろんね、スキルまた使いますから、そしたらで、フォーミュラシンクロン出してで8と2で、シューティングスターみたいなのもできるんですよ。で、もっと言うとめちゃくちゃ強い動きは、あのスターダストまず、まあ、シンプルにね、このジャンクシンクロンが出すじゃないですか。でスターダスト出した後にネクロドシンクロンを使うと、これね新鮮交流スターダストクロニクルが出てくるんですよ。これあの墓地に、3と、2と5が落ちるんで、もう10なんですよ。ってことは新鮮交流スターダストクロニクルが出せると。でさらにスターダスト出てるから、スキル発動したらフォーミュラ出てくるから、相手ターンにでも自分のターンにでも、シューティングスター出せますんで、これスターダストクロニクルとシューティングスターが並ぶんですよ。つまり漫画版のアクセルシンクロモンスターとアニメ版のアクセルシンクロモンスターが並ぶっていう、マジで超かっこいい動きができるんですね。でしかもこのネクロドシンクロのいいところは、なんとあのこのデッキの弱点であるローチっていうモンスターいいじゃん。これシンクロモンスターを止めてくれるローチっていうモンスター、このモンスターはシンクロ召喚相手にはめっちゃ強いんですよ。基本的にはレベル5以上のシンクロ召喚止めてくるんで、なんですけどネクロドシンクロはそのチェーンを組んでちゃんとね魔法カードの効果で特殊召喚する効果なんで、ローチでは止まんないっていう、ローチを突破できる回答なんですよネクロドシンクロ。強くね。というわけで早速ですね、このネクロイドシンクロっていうカードのパワーをね見せていきたい。デュエルスタンバイ。さあお相手の方カリバーマン、よろしくお願いします。カリバーマンね、カリバーマン、この世界にカリバーマン。デュエル行くぞ。響きだけカリバーマン。ジャンクシンクロ召喚、まあ、バックはそんなにないよね。あんまり怖くないですね。でとりあえずあの強烈でガムを落とすっていう仕事しなきゃ。強烈でガム落とし、これが重要一番。さあそしてまずジャンクコンバーターにレベル3のジャンクシンクロンをチューニングし、集いし星がどうのこうの、いけジャンクシンクロン。さあ召喚ムービーはもうゴルゴル飛ばしていくぜ。もうみんな見飽きただろうかな。そしてジャンクウォリアの効果にチェーンし、ジャンクコンバーターの効果も発動。ジャンクコンバーターによってジャンクシンクロンを墓地の特殊召喚、進行さんやった場合墓地からチューナーモンスターを置いて特殊召喚できる。そしてレベル5のジャンクウォリアにレベル3のジャンクシンクロンをチューニング、5たす3は8、小学校かな。スターダスト、ストイシー願いがどうのこうの、スターダストドラゴン。さあこれも召喚ムービーをガッツリ飛ばしていくぞ。そして手札よりマジックカードネクロイドシンクロを発動、墓地のモンスターを除外しレベルのあったシンクロスターダストモンスターを特殊召喚できる。ちなみにこのカードによって出てきたモンスターは効果が無効になっているが、新鮮交流スターダストクロニクルは破壊された時の効果しかほとんどないんで、あんまり関係ないぜ。そしてシューティングスターロードの効果発動、これによってフォーミュラシンクロを出しておき、さらに調律の効果でガム落ちろ、ガム落ちろ、マジでガム落ちろ、ガム落ちろ、はいって神
神ゲー、ガチで神ゲー来た、神ゲー起きた、これマジ強くない、この盤面見て、これ大犯罪ムーブですよ。これがね、遊戯王デュエルリンクス、犯罪法刑法第、365条に設定されている超烈トップチューニングガム、超烈トップチューニングガムの刑、これはチューニングガムの効果は何かっていうと、墓地から除外すると真空モンスターを対象にする魔法トラップモンスターの効果を無効にすることができるんですよ。まあ、ちなみに直接チェーン車できないんで、まあ、時できるのでね、なんか真空モンスターを、対象に取った、魔法トラップモンスターの効果発動した時、もちろんこのカードを除外して無効にするっていう効果なんですよ。つまりですね、今これハーピーなんですけど、まあ、例えば、ハーピーが出てくる、まあ、シンクロモンスターであれば、ハーピー SC とかね、あとそれからエクシーズモンスターであればデッドレシーンとかね、大体全部対象に取るんですよ。その効果を全て無力化できる、最強で。ちなみにフォーミュラーシンクロンで、スターダスト とアクセルシンクロン、相手のターンにアクセルシンクロンってシューティングスター出てくる、きますしね。これかなり盤面強いと思います。かなり盤面は強いで、スターダストクロニクルは破壊されると、除外されてるスターダストが返ってくるんで、それはそれで強いと。もちろんね、ドラゴン族しか返ってこないんで、まあ、フォーミュラシンクロンとかを戻すことはできないんですけども、さあ、まあ、か先にね、あれですけどね、シューティングスターになっておく必要ありますけどね、それやるんだったら。はい、で万華鏡効果いいですよ。結構ね、余裕ありますね、これ。この盤面作っちゃえば。で、SC 効果で対象に取ります。どれをバウンスしますかと。で、それバウンスしますと。で、それをバウンスする効果は、もうこのフォーミュラシンクロンの効果を使えばいいだけなんですよ、俺は。ちなみに、今のスターダストクロニクルの対象を取ってくるんだったら、チューニングガムを使えばいいっていう。最強でしょこれ、突破で切ったろ、この相手。ガリサスの一緒だね。アクセルシンクロン、うおー、相手ターンアクセルシンクロン、将来せよ、シューティングスタードラゴン、きたー、これきた、これ、これだけは召喚ムービー見ようか。うわ、かっこよ、うわ、かっこよ、胸筋すごこいつ、よく見たらかっこよ。さあ、ハーピーディを特殊召喚していく。で、まあ、これで何するんですかね。エネアードとかでも、まあ、別に破壊する効果なので、シューティングスターで止めれますわね、多分。で、デッドレシーンはチューニングガムで止めればいいんですよ。これ、ね、多分ね、相手ね、何も突破できん。ほら、何もできん、相手。横に並べるしかない、モンスターを。で、オラクル効果で、なんか回収すると。いいよ、何回収しても。で、あとはデッキトップのチューナーの数とご相談。さあ、無事ね、チューナーのモンスターをね、5枚抜いて、クラッシュドを処刑していきたいと思います。シューティングスタードラゴンの効果発動。シューティングスタードラゴンの効果によって、デッキトップを5枚めくり、あ、5枚あるよ、これ。あ、ないか、無理だった。あ、3枚か。まあでも3枚だったらもう3面処理できるんで。で、チューニングガム召喚して、自爆発行しとこう。抜かりがねえ。なんて強いんだ。いけ、チューニングガム。ほら、そして墓地にシューティングガムが送られた。そしてシューティングスタードラゴンの攻撃、スターダストミラージュ、スターダストミラージュ、スターダストミラージュ、シューティングスタードラゴンの攻撃、強すぎない、シューティングシャインブラスト、ダイレクトアタック、うわいいよ、あなたやるわね、最強じゃんか、これで最環境デッキできたわ。さあ、お相手の方、どんなカードでも、ゆうまくんね、よろしくお願いします。ゆうまくん、この世界に不要なやつ、先行取ったら OK、先行取られると逆にやばいんですよ。これ反動強いですね。これ先行取られると、なんかゴキブリ出されて、ゴキブリが気持ち悪すぎてシンクロモンスターが出せないっていう状況になっちゃうんで、それ一応やばいんですけど、とりあえずジャンクコンバーター蘇生、これ先行取ったんで、まあ大丈夫ですね。これでジャンクウォーリアですね。これ墓地で機械族モンスターが落ちてれば、機械族サーチじゃなくて回収しに行くんですけど、でジャンクウォーリアを特殊召喚していく。そしてジャンクコンバーターの効果発動して、
ジャンクコンバーターの効果で墓地からジャンクシンクロを特殊召喚していく。でこれによって、5と3は5たす3は8ということでスターダストドラゴンを飛翔していく。そしてスターダストからの、はい、でこれ召喚も飛ばしていく。でネクロイドシンクロ先打ち、これはあの風属性しか出せないという縛りがあるんですね。でこうしてしかもジャンクコンバーター捨てると、これ返しのジャンクコンバーターも用意できる。最強か、全ての思い絆と共にこの世界を満たさ満たさん。アクセルシンクロかっこアクセルシンクロしてない一切。新鮮交流スターダストクロイグル、これが漫画版のシューティングスターです。実質そしてスキル発動、カードに命を吹き込むのジュエリストの役目だ。はい最強およそ最強、およそ最強版面。これでシンクロモンスター対象に取る効果1回無効で、シューティングスターがフリーチェーン、あメインフェイズフリーチェーンで飛んでくる。でカガガヘッド OK、 いいでしょう。で破壊する効果は一応、スターダストをリリースすると無効にできるか、もしくはシューティングスターになってそれで無効にできるみたいな感じです。最強です、強すぎますこれ結構あって、これ2妨害、あ待って1、2、いや3妨害くらいないと多分この盤面返せないと思うんですよ。まあ、もちろんね、打点で抜かれたらおしまいです。ちなみにこのデッキ、このデッキ、あ、目覚ましになった、うざ、目覚ましになった、はい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 、風呂入る時間ね、やばいやばい、ちょっと風呂入んないといけないんだけど、そろそろ違う別の生放送やろうと思ってるから、ちょっと風呂入んないといけないんだけど、ちょ一回相手のちょっと動き見てみましょうか。早くして、ちょっと早く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 、でもこれ無理じゃない、これどうやって突破するんだろう相手。そんなに簡単に突破できんと思うんだよな、この盤面。打点でね、抜かれるのが一番きついですね。あの、スカーレット・ノアドラゴンとか、あれ、あの、レッド・デーモンズから飛んでくるような、あの、ベリアルとか、ああいうなんか超高打点みたいなモンスターはやばいです。あとあれ、ブルーアイズのツインバーストとか、あっち系のモンスターマジやばいんですけど、まあ、ツインバーストは一回攻撃無効にできるっちゃできるんですかね。まあ、ただ、それやったところで感はある。さあ、どうする？やっぱ、ユウセイ君っていいデッキだわ。あの相手のそのなんだろうな盤面を妨害しないんで、その自分が全力で展開して相手がどうするか見るっていう感じのあのデッキなんで、それがいいですよね。それがすごくいいところ。さあデッドリシーン出てきた、デッドリシーンの効果は全然いいですよ。さあデッドリシーン効果使っていく。さあ対象にモンスターを取るが、その効果はもちろん、あフォーミュラの方、じゃあフォーミュラの方を使うよ。さあフォーミュラシンクロの効果を発動、フォーミュラシンクロの効果によってシューティングスタードラゴンを相手ターンにアクセルシンクロしていく。クリアマインド、すごい、シュレル結晶が新たな進化の扉を開く、光さすミッションあれアクセルシンクロ、将来せよシューティングスタードラゴン。うわ相手ターンに召喚ムーディー見てる俺の方が結構迷惑っていう話はある。早くクエーサー欲しい、早くクエーサーが欲しいぜ。さあ来いよ。これねちなみになんですけど、クエーサーを出すことはね、多分ねセットデルタアクセルとか使えばいけますね多分ねあのレシプロドラゴンくらいかなんか使ったらさ、なんか分解できそうじゃね。あの1回出したシューティングスターとか分解してもう1回出すみたいなことすればいいと思うんですよ。だからレシピドラゴンぐらいかなりキーパー使ってると思うんで、はいドロドワーフいいよ。いや結構頑張ってんなって。で破壊する効果は1回無効にできるんで、もうこれでガガガボルトとかは効きませんと、ライトニングボルテックスとかああいうのも効きませんと。まあ基本的にね、あのバウンスとかああいう系の効果で止めてくださいといったところ。さあどうするゆうまくん、超えられない壁が今2個あるんじゃないかい。デッドリシン、デッドリシン超えられないだろ。デッドリシンでは、デッドリシンでは超えられないだろ。はい、ほう、あー別にいいんじゃないそれ。なんかもうなんならそれ通すまであるわ、別に突破できないでしょ。チューニングガムはね、なんかね、もう持っとくわかわいそうに何にもできんや相手。やっぱこの3000の壁強くない？これ3000と3300を突破しないといけないってかなりきついと思うんだよね相手。でオライオン OK、 1枚いい、2枚いい、もう1枚押してほしいな。あーまあ2枚か、でも2枚でも勝ちか、2枚でも勝ち。
3000と600、600勝ちだ、はい、600900か、はい、シューティングスタードラゴンの攻撃、スーターダストミラージュ、スーターダストミラージュ、スーターダストミラージュ、新鮮交流、スターダストの攻撃、新鮮交流、スターダストクロニクルの攻撃、シューティングシャインブラスト、神ゲーすぎる、これ最強だわこのデッキ、マジで超えられん相手。さあお相手の方、ユウマくん、ユウマッチくん、ちょっと先行取られてるのやばいね、ユウマッチくんね、やばいね、現れろ、やばいね、オノマトピアやばいね、これちょっとあのモンスターの話になるよ、あのモンスターガガキット、ほうキット、あ効果でレベル4にいく、いいだろう、さあレベル4が2体来るぞ、ユウマ来るぞ、ユウマ来るのか、これは来るか、うわー来たうぜー、いやでもねこれね、ローチが超えれるっていうところを見せましょう、皆さんに、皆さんこのデッキでローチ超えるんですよ、実はローチ超えます。とりあえずジャンクシンクロンを持ってくるしかないかな、はい、でですね、オライオン効果は使っておいて壁にしとくですね、壁にしといて、でですね、ジャンクシンクロンを召喚していくしかないね、ジャンクシンクロン召喚、ジャンクシンクロンの効果を、さあジャンクシンクロンのモンスター効果によってジャンクコンバーターを特殊召喚、そして俺はジャンクウォーリアーの方がいいかな、ジャンクウォーリアーの方がいいね、ジャンクコンバーターにジャンクシンクロンをチューニング、さあこれ止めろよ、ほら止めろ、ジャンクウォーリアーが出てきたらやばいぜ、お前は打点で抜かれている、これは止めるしかない、現れろ、はいはいはい、無効にして破壊されると、ここでこのマジックカードよ、ネクロイドシンクロン発動、ネクロイドシンクロンの効果によって俺はボチに存在するレベル5のジャンクシウォーリアーとジャンクシンクロンゲームから除外し、集いし願いが新たに輝く星なる光さすミッションね、新規の召喚飛翔せよスターダストドラゴン、そしてスキル発動シューティングスターロード、シューティングスターロードの効果によってフォーミュラーシンクロンを特殊召喚していく、これで新規の召喚すると止められるから、これでバトルよ来た、これがローチの超え方だ、これがローチの超え方だ、ローチ出しとき勝てると思ってんだろ、そんなわけねえんだよ、オノマトランスいいだろ、ローチ出しとけば勝てると思ってたんだろバカめ、俺のネクロ、ちなみにネクロドシンクロっていうのはマジックカードの効果で、特殊感するんで、チェーンを組む、要はなんかその魔法カードの効果とか、いや融合とかは止められないんですよ、ローチって融合とか、あとなんだ、なんかトラップカードでなんか特殊召喚するとか、意地とか消しとか、ああいうのは止めることはできるんですよ、でも展開力が高えな、展開力高えな、デッドリシーになってからでいいか、デッドリシーになってから、シューティングスタードラゴンを出せばいいじゃないですか、エクスカリバー、あめんどくさいね4000、これシューティングスターででも攻撃無効にできるんで、まあ悪くはないから、別に番長効果いいよ、番長効果はいい、番長効果は別に、はい OK です、それもいい、そこまではいい、4000は止めれる、別にで、しかもデッドリシーになろうとして、デッドリシーになってきたらフォーミュラで変身できるんで問題はない、これが盤石ってやつですよ、またゴキブリ出てきすぎなんだけど、これフォーミュラシンクロンの効果ってどっちだっけ、これってさモンスターの効果だから、これ止めれるんだ、止めれないんだっけ、あれちょっと待ってね、これさ待って、でもシンクロサイドしてシンクロ召喚する、あなんかこれシンクロ召喚だな、でも効果これチェーンを組むぞ、これローチ止められない、これローチ止められない、これクリアマインド、これどっち、これ分かんない、これ止められなかったら神ゲー、これ効果による特殊召喚だから止めらんない説ない、でもシンクロ召喚って書いてあるのが気になるな、ギャーギャー、嘘だろ